はいどうもこんにちは、今日はですねオートンエフェクトと呼ばれる風景写真で使われる、フォトショップのねテクニックをご紹介したいなと思います。プラグインとかねそういうものは一切必要なくてフォトショップだけでできます。まずね作ってあるものをまず見てください。オリジナルの写真がこれで、ここをねチェック入れるとオートエフェクトはねこんな感じですね。ちょっとぼやっとしてますけど、こういう分かりやすくね強めにかけてるんですけれども、これがこれになるという形ですね。全体的にこうふわっともやっとっていうそんな形のエフェクトになります。こちらのねエフェクトについてなんですけれども、マイケル・オートンさんっていうカナダのフォトグラファーさんがいらっしゃるんですけれども、この方がですね、1980年代に、作られた技法ということで、オートンさんの名前を取ってオートンエフェクト、日本だとオートン効果って言われたりすることもあるんですけれども、そんな風に呼ばれています。でここにですね、オートンさんのホームページのこのテクニックでオートエフェクトってところを見ていただくと、このページになるんですけれども、ここにも出てるんですけれども、作例としてはこんなような感じですね。ふわっとして、このなんて言うんでしょう、独特のこのふんわりちょっとぼやけたような技法になるんですけれども、ここにね詳細が書いてあるのでちょっと読んでみますと、全部読むわけじゃないんですけれども、ざっくり言うと、このオートンさんが、水彩画に影響を受けたということで、水彩画独特のねこうペンでこう例えばこう木の枝だとか何かのこう輪郭線は書いてあるんだけれども、上から乗っている色は水彩絵の具でこうちょっとねじんわりにじむような形になっているというか、そんな雰囲気がすごく影響を受けて、それを写真に応用しようということで、うまくねこのフォトショップとかそういうことを使ってぼやけたレイヤーを上からかぶせるとかね、そういうような技法を使って、再現をしてみたと。基本的にはねいろんなところで使われてるんですけど、やっぱり風景写真とか使われることが多いような気がします。気になる方はですね、このオートンさんのねこのホームページに行っていただくと、この作例とかもねギャラリーってとこにあったりして、非常に面白い作品ばかりなので見ていただければ嬉しいです。もしかしたらどういう時にオートンエフェクトを使ったら面白くなるのかっていうようなことのねヒントになるかもしれないので、このねマイケル・オートンさんのホームページぜひ見ていただければ嬉しいです。はい、では早速フォトショップでのやり方を見ていきましょう。まずね今すでに作ってあるオートンエフェクトは消します。はい、これがですね、写真をフォトショップで開いた状態ですね。これちなみにローファイルになります。を開いた状態ですね。はい。まずこのね、背景ってとこにこのね、鍵のマークでロックされてるので、まず背景っていうここをダブルクリックします。はい。こんな形で。そうすると新規レイヤーってのが出てきまして、レイヤー名はレイヤー0で構わないので、このまま OK を押します。はい。そうするとレイヤー0っていう名前にね変わってここに出てくるんですけれども、まずこのレイヤー0っていうのを2つ複製して、全部で3つ同じレイヤーを作りたいなと思っています。で複製する方法いろいろあるんですけど、一番簡単なのはこのレイヤー0をこうドラッグして、この一番下にある四角の中にプラスがある、このねアイコン、このアイコンですね、四角の中にプラス、このアイコンに持っていってあげて離してあげるとレイヤー0のコピーができます。それをもう一度繰り返して、レイヤー0のコピーをドラッグして、この四角の中にプラスのあるボタンのところに持っていって離してあげると2つレイヤーのコピーができました。でこのね目のマークをねこうやってあげると、こう表示されてる状態と非表示の状態というふうになるんですけど、まずは一番下のレイヤー0とレイヤー0のコピーっていうのが表示されてる状態にします。そしてレイヤー0のコピーっていうのをこうね選択した状態で、この上のところですね、レイヤーっていうパレットの一番上のところ、こう通常ってなってるのをスクリーンに変えてあげます。はい。でまたねこの目をオンオフしてこう見てみると、写真がね全体的に明るくなってるのがわかります。はい。では次にこの上ですね、この上のレイヤーのところも目をつけてあげます。はい、これはもともとのレイヤーが出てきてるだけなので、先ほどと同じように見えるんですけど、今回はまたね、通常っていうところを、乗算っていうね、名前に、ところに変えてあげます。はい、今もう一回ね、
この目を外してあげると、これが元の写真、そして2枚目がスクリーンでこうやって上に乗っかっています。そしてその上にこの定山っていうのがね乗っかっています。こんな形で、これ見ると元々の写真よりねちょっとねこう暗くなっちゃってるっていうのがわかるかなと思うんですけど、まあ、そこのちょっとバランスを整えてあげるために、この真ん中のなんて言うんでしょう、このアイコン丸の中にこうなんて言うんでしょう、月みたいになってるというか、こういうアイコンをクリックしてもらって、この中からトーンカーブを選択します。すると一番上にこのトーンカーブっていうのが作られるんですけれども、うん、じゃあこれをですね、この辺をこう持ち上げると明るく、この下げると暗くってなるんですけど、まあちょっと適度に明るくなるくらいに、まあね、これ好みなんですけど、まあ適度にこう調整をします。はい、ではこのレイヤー0のコピー2ってところに戻っていただいて、このレイヤー0のコピー2っていうところに選択している状態で、この今度は上のバーのところですね、ここでフィルターぼかしカッコガウスっていうのを選択してあげます。はい、こんな感じですね。こうするとこの半径っていうのをね、こう選んであげることができるんですけど、今回はねあのオートンエフェクトの効果が分かりやすいようにちょっと強めにかけたいと思うんですけれども、まあだいたい10から20ぐらいですかね。あのまあこれ結構好みなんで、まあ30とかで試してみてもいいかもしれないですけど、まあプレビューを見ていただくとこれぐらいはふんわりするよっていうようなイメージなんですけど、そうですね、まあ今回ちょっと試しにちょっと強めにですね20っていうので、じゃあちょっとかけてみようかなと思います。まあ僕個人としては10ぐらいが好きなんですけど、まあ分かりやすいように20でかけます。 OK、 はい、で OK 押すとこんな感じになりますね。はい、で今ちょっとねこの上のレイヤー3つがそのオートンエフェクトを構成している要素になるんですけれども、ちょっとねこれをグループの中にまとめたいと思いますので、まあ、トーンカーブのところを選択した状態でシフトを押しながらこのレイヤー0のコピーってところを選ぶと、この上の3つが選択されるような状態になりますので、この3つを今度はドラッグ全部持っていって、今度はこのフォルダーのねこの記号のところに入れてあげます。そうするとこれがねグループとしてまとまってきます。この三角のところを押すとグループの中身が見える感じですね。このレイヤー0のコピー、レイヤー0のコピー2、トーンカーブ1っていうのがこうねあの入ってますよっていうような状態です。でこれをですねあのグループ1っていうのだとちょっと何のことかよくわからないので、オートン効果の名前をねつけてあげます。こんな感じですね。あのもうどんな名前でもいいんですけど、まあ、分かりやすいように今オートン効果っていうのを日本語で入力をしました。はい、まあ、これもねレイヤー0ってのはちょっと分かりにくいかもしれない、名前を変えてもいいかなとは思いますけど、今とりあえずこのままいきます。でそうするとですねオートン効果が今かかってる状態なんですが、この目のマークをもう一回ねチェックとクリックしてあげると、この目のマークがなくなってレイヤー0のオリジナルの画像が表示されます。この上にオートン効果っていうのがこう乗っかってるようなイメージですね。押すと出てくるんですけど、レイヤーの表示非表示ってここで下にね黄色く出てるんですけど、ここを押すとこうオンになったりオフになったりってこうねするんですけれども、今オートン効果が表示されている状態です。これでオートン効果が完成です。はい、でもしこの効果がですねあのいろいろね強すぎるかなとか、あの弱すぎるかなとかっていろいろあると思うんですけど、まあ特にね強すぎるなと思った場合は、あのこれがね不透明度っていうところがあるんですけど、このオートン効果っていうこのグループを選択した状態で、この上にある不透明度ってとこをクリックしてあげて、今 100% ってなってるんですけど、これを例えば、まあ、50% とか 0% にすると、この、レイヤー0の上に何も乗ってないのと同じ状態、これをチェック外してるのと同じ状態なんですけど、 0% だと意味がないので、まあ、15とか30とか、まあ、こういうふうにね調整をすることができます。で 100% だとこんな感じで、逆にですねオートン効果がちょっと弱いなっていうふうにこういうふうに感じる場合は、先ほどのここでこのガウスってところにかけた、あの先ほどまあ20ピクセルっていうふうにかけたんですけど、それがちょっとまあ弱かったっていうことになるので、あのやり直して、あのまあ30なり40なり、まあ自分のね好きなところをね追いかけて、あの
なんていうんですかね、求めてみるのもいいかなと思います。はい、ということでこれでオートン効果の完成になります。自分はですね、好みこの場合はまあ大体 50% くらいがいいんじゃないかなというふうに思うので、こんな形で終わりですね。はい、これでまあ保存したらオートン効果のかかった状態の写真が見られるという形になります。まあ同じなんですけど、ちょっと違う写真でもやってみたいなと思います。はい、ではこちらの写真でやってみます。具体的にやりながら、手を動かしながらの方がいいかなと思うので、もしフォトショップとかね、開きながら見られる方がいらっしゃいましたら、同じようにやってみてください。まず背景レイヤーなんですけれども、今ロックがかかっているので、こちらをダブルクリックします。そして OK。そうするとレイヤー0が生まれます。レイヤー0をコピーしてあげたいので、これをこのまま四角の中にプラスが入っているこちらのマークに入れてあげます。それをもう一回。それでね、全部で3つのレイヤーができるんですけれども、このうちのレイヤー0のコピーっていう下にあるというか、まあ、真ん中にあるレイヤーを選択したものをスクリーンですね、スクリーン。そしてこのレイヤー0のコピー2っていう上の方にあるレイヤーを乗算ですね、どちらの読み方でもいいと思うんですけど、これをね、してあげます。で、そうすると、まあね、この2つを表示を消すとですね、元のレイヤー0に比べて暗くなるので、この暗くなったのを、まあ、このままやってもいいかなとは思うんですけど、ちょっと暗くなりすぎたなと思ったら、このトーンカーブとかでね、これもねトーンカーブじゃなくてもいいんですけど、まあ、こういう風にね調整をしてあげます。はい、そしてこのレイヤー0のコピー2っていうのを選びます。この乗算の状態のものですね、これが選ばれている状態で、フィルター、ぼかし括弧ガウスを選択します。で、今20ピクセルってなってるんですけど、どうしましょうかね。ちょっとじゃあ、強めにしようかな。まあ、弱めでもいいと思うんですけど、もうちょっとわかりやすくね。十分わかりやすいかな。30ピクセルっていうのをちょっとね、選択してみようと思います。はい。この状態で、このね、上の3つのレイヤーでもすでにオートン効果っていうのはできてるんですが、調整したいとか分かりやすくするために、この3つをね、トーンカーブを1を選択している状態でこうシフトを押しながら、こういう感じ、逆でもいいです。レイヤー0のコピーを選択している状態でシフトを押しながら1でもいいですけど、こんな感じでね、3つを選んだ状態でグループ、フォルダマークの中に入れてあげます。そうするとグループ1ってのができるので、これを、じゃあ今回はですね、オートンエフェクトっていう風に名前を付けてあげようかなと思います。これを目のマークをつけたり消したりすると、これがない状態、オリジナルの画像ですね。で、こちらがオートンエフェクトがかかっているような状態。はい。ちょっとね、拡大してみようかなと思います。このね、葉っぱとかね、この草芝というか、この辺はねいい感じなんですけど、ちょっと山とかがねぼんやりしすぎてるなっていう感じとか、まあ、境界も全体的にぼんやりしちゃってるので、ちょっとね自分の好みとしては強くかかりすぎちゃってるかなっていうような感じがします。なので、まあ、こういうね、こう見ながら、ここのねオートンエフェクトっていうところの不透明度っていうのをね、ちょっと弱くしたりとか、な形でね、まあ、今回もまあ50% かな、40でもいいと思うんですけど、こんな形でこれをねオンオフというふうに繰り返して見ていくとね、違いがわかると思うんですけど、こんな形で調整をして使います。結構ね、こう、まあ、100% 強くかけたら、本当にオートンさんがやってたオートンエフェクトみたいなのに近づくと思うんですけど、やっぱりそうすると写真というよりは、やっぱりこう、なんて言うんでしょう、芸術作品みたいな方にどん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 寄ってくるかなと思うので、まあ、写真として、写真のなんて言うんでしょう、こうアクセントとして使いたい方は、まあ弱めにかけるのがいいんじゃないかなというふうに思いますけど、まあその辺は好みなので、今回は分かりやすく、じゃあ 50% にしてみようかなと思います。はい、ということで、まあね、これがオリジナルで、これがオートンエフェクトっていうことになるんですけれども、フォトショップだけでもね、まあ、簡単に作ることができる効果なので、まあ、いろいろ数値を変えたりして試していただければいいんじゃないかなというふうに思います。
結構最近ね、自分が最初から最後までレタッチをお見せしますっていうようなね、ライブ配信とかをやってるんですけれども、その中にオートンっていう、オートンって言っちゃうんですけど、オートンっていう言葉がよく出てくると思います。でそれはこのオートンエフェクトのことを指してまして、自分の場合は結構ね、ショートカットのパネルとかでね、プラグインのものでパッてこうね作っちゃうこともあるんですけど、フォトショップだけでもこんな同じようにね、全く同じようにやることができます。これをね、応用してこのオートンエフェクトに対して、まあ、マスクをかけたりだとか、まあ、いろんなね応用があるんですけれども、その話もまたね、次回以降動画でね紹介していければいいかなと思っています。ということで、オートンエフェクトの作り方の説明をしました。よかったらチャンネル登録とかグッドボタンとか、あとまあ質問とかね、ご意見があれば下のコメント欄に書いていただければ嬉しいなと思っています。今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画よろしくお願いします。ではでは。